今日はですね、12月の16日金曜日、ちょっと昨日面白い話がありましたので、そちらをお伝えしたいと思います。まあ、タイトルとサムネにある通り、ノマド仲間がですね、投資詐欺に遭いかけました。もうこれがね、絵に描いたような詐欺師の手口だったんで、そちらをお伝えしたいと思います。もうね、ノマド仲間と事業を何かしたいねって言ってた矢先の話なんで、ちょっとこれは幸先危ういなと思うわけですが、僕はノマド仲間を人として好きなので、まあ、これからの成長をね、ちょっと見守りたいなとは思ってる状況です。まあ、どういった詐欺手法だったのかというと、まあ、厳密には引っかかってないので詐欺にはなっていませんが、まあ受注ハック詐欺の被害に遭っていたでしょう。まずですね、僕たち2人はホステル経営をラオスでしたいねみたいな話をしていたわけです。ちょっとその前の話はね、また今度じっくりしたいと思うんですけど、ラオスでホステル経営をしたいよねっていう話をしていて、それには資金がいると、まとまったお金がいるわけですね。でそうなった時に、僕は来年4月頃から、まあ、まとまった金を稼げる当てがあるわけです。まあ、それが YouTube を使ったものなんですが、まあ、そこの話とかもね、ノマド仲間にして、じゃあ2人でちょっとそこをもっとね強化して、掛け算でやっていこうと。人が1人なら1をかけてもずっと1ですが、2をかけることによってブーストをかなり強化できると。人数がかける2になるわけですから、かける1よりもブーストが強くなる、掛け算だとね、っていう話をして、まあ、2人でやっていこうって計画を立てたわけですよ。もう本当に細かくね、こうしてこうして、ああしてああしてっていうのを細かく計画を今練っている状態で、ノマド仲間も僕も、まあ昼いろんな仕事をしていて、もう空いた時間で全部それに取り組むという話で、頑張ろうねってお互いね計画していたわけです。まあここでもちょっとねズレがあったわけですが、価値観のね、まあそこはまた別の動画で話すとして、そんな時にそのノマド仲間から1個の LINE が来たわけですよ。どういう LINE かというと、今日は信頼できる経営者の方とお話ししてました。ちょっと状況次第ではいい方向に動くかもです。ん?と思いましたね、僕はこの時点で。経営者っていうワードといい方向に動くかも、このねワードはね怪しいし危険度マックスなんですよね。まず経営者がそう簡単にうまい話をただの個人に対して持ってくることはまあないでしょうね。何か利用価値がない限りはそういう話は絶対に持ってこないと僕は思います。で僕はこう言いました。何か別事業ですかと。なんでこういうことを言ったかというと、僕と事業を話してくれっていう意思もあったわけですね。同じで考えるなと、別事業で考えろと、僕なりのメッセージ、僕の今からやろうとしてる YouTube 関係のやつに絡めるなと、ちょっと分かりにくいけどメッセージを込めた。その後彼はこう言いました。そうですね、個人でやるものになりますが、ちょっとねこの辺からね、もうね少し彼への信頼を失っているんですね。はっきり言いなさいと。何なんだと。状況次第ではいい方向に向かうかもとかね、ふわ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 したことを言われてもこっちはわけわからんし、何を考えてるかわからないっていう人物は危険度マックスなんですよね。で僕はこう言いました。なるほど、一旦そっちを本気でやりますか。中途半端にあれもこれもやるのはおすすめできないですねと言いました。もうその動画編集ソフトを買ったお金とか、まあこっちから回収してそれでやめといた方がいいかもですねみたいな、ちょっと優しめに言ったわけですよ。何の事業をやるかも聞いてないけど。でそしたら彼は、そうですね、まだどうなるか分かりませんが、もし話が発展するならゲストハウスへの目標に向けてだいぶ効率化するかもなので、こっちに全てリソース割くのもありですと。今週中には決まるので、またノマド会議で相談したいですと。あらあら、もうおかしな話になってますよね。信頼できる経営者からの話を使って俺とまだ何かを続けようとしているこの時点でね、ここがまずおかしいんですよ。俺はその経営者を信用できない。そんなやつの話に乗っかって間に第三者が入るとますます話がこじれる原因になるし、トラブルの原因にもなるから、僕はね前から言っていたんですよ。誰も仲間には入れんと、他にね余計な不純物は入れたくないという話をしていたし、いちいちねその他に外部に情報を漏らすなと、もう言わなくていいと。自分が主体で頑張るんだから、人によって人に助けてもらおうなんか思うなと。まあそこまでは言ってないですが、そういうニュアンスのことは言いました。いや現にそうなんですよ。一人で頑張れないものがですね、いきなり人の力を借りて大成功するなんてことはまずないんですよ。そんな甘い話は本当にない。だから詐欺に引っかかるんですね。
で、僕はこう言いました。もうここで突き放しました。了解です。ちょっと俺はその経営者を知らないので何とも言えないです。この状況だと今は一緒にというよりはひとまず鈴木君をそっちの事業でやってみて、俺は俺でまた別方向を考えた方がいいと思いますと、もうここで完全に突き放しました。で、彼はそうですね、信頼できる友達の紹介やし、友達も実績を上げているのである程度信用できる話なのですが、もう少し聞いて決めようと思います。この世は詐欺まみれなので、ほんと自分の目で見て判断するしかないですよね。前詐欺にあったみたいにツイッターとかではないので、うーんと。もしこっちの話がいい方向に向きそうなら全振りしちゃった方がいち早くゲストハウスに向かうにはいいかもです。今週中にどうするか結論出します。急にすいませんと。あらあら、またまたおかしいぞと。ゲストハウスまだ俺とやる気でいるのかこいつはって思っちゃったんですよね。ノマド仲間がね見ていたとしても、ちょっとはっきりここでは言っとこうと思います。今後ねこういうことがないようにしたいので。俺は別にノマド仲間を見捨ててはいないし、いいやつだと思ってるんでここまで話すわけですよ。で、彼もまだ若いので25歳なんで、こっからの成長もしてほしいし、ここで俺が見捨てちゃったら彼は多分騙されまくるか、何もうまくできずに病んで死んじゃうか、多分そのどっちかになる気がするんで、ここはねもうここまで付き合いがあるんだからちゃんと見守ろうと。ある程度ねおかしなことをしなければ。彼の気持ちもわかるんですよ。ゲストハウスをやりたい、資金がね俺のその YouTube だけでは怖いと。だから自分も何か役に立ちたいとか、何か成果を上げたいとか、人におんぶに抱っこの状態ではなく自分でも何かしたいっていう気持ちはよくよくわかるんですよ。でもね、それはダメです。そういう詐欺まがいのことに引っかかるような状態ではそれは絶対無理なので、まあ、それがわからないから引っかかっちゃうんだと思うし、なかなかねそういう人も多いと思うんですよね。この彼だけが特別とかじゃなくて、詐欺被害って結構あるらしいですよね。金額的にも僕は昨日びっくりしましたね。何百億というね詐欺被害があって、投資詐欺とかね、そんだけ甘いやつが多いんだと思いました。バカばっかりなんだなと。で、話の続き、まあ、ゲストハウスをね、ノマド仲間はまだ俺とやりたいという気持ちがまだあったんで、まあ、僕はこう言いました。君が何をしていても俺はああだこうだ言うつもりはないと。ただ2人で共同して何かをやろうとするときに違う人やビジネスが絡むのは俺が怖い。現時点でゲストハウス云々等も共同では考えられない。理由をきっちり説明すると、まず急に君がブレ出したこと、結果を急ぎすぎていること、そして俺からすると、まあ、彼以外は信用がないので、他と絡むならまずそっちで頑張ってほしいと。そしてもう一個、俺は自分で考えて失敗しながら学んで成長するのが楽しいので、そのあたりの価値観も少し違うかもしれないと。悪く言うと後から俺とやって後悔されるのも怖いと言いました。なのでまずは友達の話に乗ってうまくやってもいいんじゃないみたいなことでね言いました。やっぱり企業云々は一人でやるべきかもと、そう彼に告げました。そしたら LINE だとあれなんで、ちょっと電話できますかって来たんで電話をしました。で、電話で話をまあ聞いていったわけですよ。まあ最初からね、詐欺だからやめた方がいいよとは言いませんでした。で、彼と電話をした時にね、どんな内容なんですかと初めてそこで聞きました。そうすると、まああんまり言えないんですが、投資関係、なんか為替関係ですねみたいな。そこで僕はね、もうああやられてんなって思いましたね。まず投資を人から紹介されてうまくいくパターンなんかまあないですよ。よほどのね物好きで鈴木くんだから教えたいっていうならわかるんですが、残念ながら、まあ、僕もそうですが、僕も彼もそんな魅力はないと思います。金持ちが教えさせてくださいっていうような人間ではないと思いますし、世の中の8割の人間は投資のうまい話が回ってくるような人間、魅力性はないと思います。その魅力性というのはその人間もそうだし、お金に関してもそう。例えば100万円しか持ってない人より1億円持ってる人に投資話なんか投げた方が、投げる方も儲かるわけですよ、ちゃんとした投資なら。だけど100万円か何円か、そのノマド仲間が何円持ってるか分かりませんが、まあ間違いなく1000万とか2000万は持ってないわけですよ。そんな状態の彼に投資を持ちかけるっていうことはですね、はめ込む以外目的ないわけですね。詐欺にはめ込む、もう 100% ですね。投資なんて人から学ぶものではない。まあ、厳密には人から学ぶというか部分はありますが、それは真っ当な投資ですよね。で、真っ当な投資というのは情報はもうウェブ上にたくさんあります。その裏技だなんだとかはありませんっていうか、あったとしてもかなり少ないし、そういう裏技系は回ってきません、自分たちには。もうそれぐらいで考えとかないから騙されるわけですね。
つまり人から投資話を持ちかけられた、自分はそんなに金を持ってないっていう状況なら 100% 詐欺だと思っといた方がいいというか、これはもう義務教育レベルですね。なんか甘い話が来たら乗っちゃう人間がこれだけ世の中いるのが怖いですよね。ちょっとね、若い子にやっぱ多いようなんですが、人を疑うことを知らないとかね、彼も言ってましたよ、性善説信じちゃってるところがあるんでと。でも性善説というのは本来の根の部分は人間はいいと、だけどやっぱりみんな皮をかぶってるわけですよ。性善説があったとしても物欲とか欲には勝てないんですよ人間は。だからみんなお金をね人から騙し取ろう、そんなやつが性善なわけないじゃないですかっていうね、ちょっとね本当に甘い部分を見ましたね。まあ彼が素直でめちゃくちゃいい人間なのは間違いないんですけど、騙されるとやっぱりね今度騙す側に回っちゃうから怖いんですよこれがね、またね。で彼と電話してその投資関係だと分かった瞬間にビビッときましたが、僕は念のため話を聞きました。全部掘り下げていきました。で断るごとに詐欺の手法も伝えていきました。為替というワードが出て通貨とも言っていたので、それが仮想通貨なのか、まあ、ドル円とかいう法定通貨なのかどっちなんかなみたいな話をねちょっとふわふわっと投げかけたわけですよ。そしたら仮想通貨ではないと言ったんですね。つまり法定通貨、法定通貨ということは投資助言的なことかなみたいな、それはちゃんと会社でやってんのかみたいな感じですよね。もう怪しさマックス、そんな個人に個人が投げかけるかみたいな、ちゃんと会社とか調べないとダメだよみたいな、ちゃんと身元が分かってないとねやられちゃいますよねみたいな話で、そういう詐欺もあるんですよみたいな。でやめとけとは俺は言いませんでした。もしねその話が俺が全然思ってることと違って後からなんか言われても嫌なんで、俺はそこにちょっとね逃げを作っておきました。でそこからまた話を掘り下げていくとですね、身分証とか契約書とかそういうのが出てきたらまずおかしいよと、疑えという話をしたわけですよ。そうするとね彼はもう言ったわけです。そういえば契約書があるって言ってましたねみたいな、印鑑とかなんか源泉徴収とか必要とか、あとキャッシュカードも持ってこいって言われましたって言ってて、あそっち系かと、もう 99% 確定ですよね。で僕はまだそこでは引き止めませんでした、まあ、やりたいならやってもいいんじゃないっていう話をしましたね。騙されてお金を失う覚悟でやるんなら別に君の勝手だよと、まあもし騙されてしんどかったら俺に言ってこいと、俺に話をしてスッキリすればまあ死ぬまではないだろうというね、そういう話もしてちゃんと俺に頼ってもいいよっていう逃げ道を作っておいた上でやってみればと言いました。もうやる気があったんでね彼は、なんかやりたいなみたいな、怖いけどもしかしたらみたいな、いい話かもしれないしっていうね。でも彼はすごく危ない、だってまず投資でその何を学ぶかそこまではちょっと聞いてないんですが、まず彼投資したことがまずないんですよ。仮想通貨も触ったことがなければ、法定通貨の FX やら何やらっていうのも触ったことがないらしいんですね。そんな状態で誰かから教わって稼げるわけないじゃんって、まあ普通なら思いますよね。でしかもほぼほぼ詐欺確定なのに、もしかしたらいけるかもしれないっていう彼は発言をしていた自分で、それがどういうことかというと、もしかしたらってギャンブルの中でも、例えばパチンコで言ったら昔のマックス台みたいな500分の1で確変確率 10% ぐらいのやつとかだけど大連チャンするみたいな台を彼は座ろうとしてるわけですね。本当に一発台ですよ。だからそのことにでも彼は多分発言していて気づいていったんでしょうね。だからこういう時ってそのやめた方がいいよやめた方がいいよっていうその理論とかをぶつけるよりは気づかせることが大事だなと今回改めて思いましたね。これは心理学とかでもそうなんですが、気づかせてあげるためにアウトプットさせるのが大事なんですよ。それがどういうものかわかるみたいな、契約書とかあったんなら契約書って法律違反のことでも契約書にあれば違法も合法になっちゃうよとかね、そういうのちょっと調べてみたらっつって調べさして、あ本当ですねみたいな、で投資助言とかって許可か資格かそういうのが言って普通の人はやっちゃダメなんだよと、なんでそれがやっちゃいけないかわかるみたいな、でそういうのをだん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 気づかせていって、あこれは詐欺かもしれないなと、もう8割方そう気持ちがね彼に植え付けられた部分はありましたね僕との話で。で彼はその後ね経営者、信頼できる経営者といううさんくさいやつと話をすると言って僕と電話を切りました。だから僕と電話をしていなかったらおそらくハマっていたでしょうね 100%。 もう俺にそんなねいい方向の話が来たんでっていう時点でもうはめ込まれてますから、
で僕はねちょっとこのままではまずいかなと思ったんで、まだ僕の投資でうまくやってる人が一応いるんですよ、友達で。まあその子に一回電話して、こうこうこういう子がいるんだけどどうみたいな。いやそれは絶対ダメと、騙されてると友達は言ってくれたんですね。まあそれはまあまあわかる、こっちもわかってると。まあ今まで騙されたことあるみたいな話をしたんですよね。そしたらそういう契約書とかいろいろ持って行ってやると口座ごと取られたらしいんですよ、その子は。でもう最悪だったと。でさらに600万ぐらい騙されたらしいんですよね。でそういう話を聞いてちょっと俺もファッとしたんですよ。あーそう、なんかちょっと身分証とか口座とかいろいろキャッシュカードの情報とか持っていかれるのはまずいねと。でそれを握られて悪用されちゃったらそれこそちょっと本当に大事になるねと。じゃあちょっとグループライン作るから、ね、その僕の友達にちょっと言ってくれないかと話をしたんですよ。騙されて怖い思いして絶対やめた方がいいよって言ってくれみたいな感じで言ってグループライン作りました。3人でノマド仲間と僕の友達、投資で騙されたことのある、でも今は結構稼いでるんですけど投資で、でその友達と僕とグループラインを作って話をしてもらいました。そしたらですね、なんとやめました。ノマド仲間はその案件を断ったそうです、ちゃんと。いやーとりあえずひとまず良かった良かったと。ただこういう詐欺師集団っておそらくまだつながりを持ってると、いややっとけばこんだけ稼げたんだよなとか言って後悔させようとすると思うんですよね。そういうのってやっぱ心理戦なんで、人って後悔したとか損したっていうのを言われると弱いんですよ、めちゃくちゃ。いやー本当やっとけよかったのか、じゃあ今からでも遅くないですかみたいな。本当そこバカなんですけど、人間ってバカなんですよ基本的に。僕でもバカです。でも分かってるから対処できるわけですね。感情っていうのをセーブするのは難しいんですよ、やっぱり欲とかで。やめてよかったねという話をしてね、終わったわけですよ。まあ問題はこれからもあるでしょうがね。まあ騙される人ってそんな簡単に治らないと思いますし、でもとりあえず人を疑えっていうのはね間違いないと思いますね。とにかくうまい話があるよとか、じゃあこうしたらいいんじゃないみたいなとか、しかも投資とかお金が絡んでくるってなるとますます信用してはいけないし、その人がどんだけいい人でもね。でもねそのノマド仲間を騙そうとしたね、ほんとねクソ野郎だなとは思うんですよ僕も。だけどそれはいるっていうことを念頭に置いとかなきゃいけない。僕はもうそういう奴らが充満してると思ってるから、別にいたとしても何とも思わないわけですね。ああそんな普通じゃんみたいな、金に目がくらんでそういうね詐欺まがい、詐欺に加担するようなことをしちゃうやつなんて普通にいるよと思っとかなきゃいけないんですよね。そういうもんですから、人間って汚いですからね。特に日本人そういう方法じゃないと金が稼げないと思い込んじゃってる。もう個人で頑張ってもダメだから、詐欺をしてでも一旦お金持ちになってね、投資とかで一発当てて逃げ切りたいとかね、ファイアしたいとかね、もうそういうことばっか考えてるわけですよ今の日本人ってね。特に若者とかは、ああもう日本には未来がないんだとかね、もうこのまま普通にやってても貧乏になっていって幸せにはなれないんだ、結婚もできないんだみたいな。だから今詐欺でも何でもしてね、分かっていたとしてもやってね、何億と儲けてファイヤーしてやりたいとか、自分だけは逃げ切りたいとかね、もうほんと腐った考えだと思うんですが、まあ、それで実際に逃げ切れてるやつもいるとは思いますよ。まあね、そのなんか悪いことしたら罰が当たるとか神様とかマジかこの世にはいないんで、うまくやるやつもそりゃいますよ。でもほとんどのやつは下っ端、騙されるのは間違いない。でそういうまあ俺らみたいな弱者に寄ってくる経営者とか、うまい話があるよとか言ってくるやつの話は大体詐欺ですね。いやしかもね、そのノマド仲間はね、その信頼できる経営者とさらにもう一人自分の友達もね、そういう話を一緒に持ちかけてきたらしいんですよ。本当にねかわいそうだと思いますけどね。僕も昔やられたんで気持ちはよくわかります。友達にまあなんだろうな、ニュースキンじゃないけど、まあそういう系のねなんかいいドリンクがあるんだみたいな感じで1本買わされたけど、なんか別にいらねえよってもう1ヶ月でやめちゃったけど、その時はやめれたんでよかったですけどね、まあ、払わなかったけど。もうでも彼もねノマド仲間も信頼できるというか、信頼していた経営者と信頼していた友達から言われて、でこれもね詐欺師特有ですよね。1人に対して2人3人で言うと、で役割をちゃんとね決めていたりとか、最近は手が込んでますからね。で契約書とかもね持ち帰れないと、その場で即決しないとダメとかね、そういうルールもあったらしいんですよね、ちゃんと聞かせると。もうそういうのも全部詐欺の手口じゃないですか。冷静な判断をさせないと、契約書持って帰られたらそこでおかしなことが書いてあったらバレるとかね、
もう本当にね、なんか典型的な詐欺の手法を被害に遭いかけたんだなっていう。でこれはなんでそういう詐欺が寄ってくるかっていうと、僕はあんまりそういう話がないんですよ。まあ人と一線を置いているっていうのもあるっちゃあるんですけど、まずねうまい話はないと思ってます、受注ハック。まああってラッキーで手に入れたいとかもないし、別になんか人のうまい話に乗っかって成功しようなんかっていう気持ちがまず微塵もないし、でもノマド仲間にはあったわけですね。なんとかうまく楽して投資みたいな形でガツンと稼いでゲストハウスやりたい、その欲望を刈り取られそうになったわけですよ。だから欲を出すと負け、欲を出すんだったら自分でなんとかできる欲を作りましょうと。欲は大事だと思うんですよ。欲によってやっぱ人間ってかきたてられると思うんですよ。それが女でも何でもいいんですよ。金が欲しいでも何でも欲はいいんですけど、その欲を人に委ねるとかね、その欲を人に見せて刈り取られるとかね、本当に情けないというかもったいないですよね。でまあ後々話を聞いていて、まあ金額どれぐらいで言われたんみたいな話がちょっと出てて LINE の中で、そしたらなんか車が買えるぐらいの金額だと。もうちょっと本当大笑いしましたけどね、その時点で。そんな車買うぐらいのお金を投資を教えてくれるなんか先生みたいなのがいるらしいんですけど、それに払ってやるんだったら自分で勉強して、まずその車買えるお金を損した方がいいぞと。投資でどうせ失敗するんだから、最初は初心者がいきなり投資の世界入ってそんな売買で儲けれるわけがねえだろうと。まあそういうところもやっぱり世間知らずだなと感じましたね。もうこれは絶対だと言えますね。よくツイッターとか見ててもいるのはいるんですよ、投資でうまくやりましたみたいな。だけどその過程も何もわからないし、ツールとかなんとかねいいのがねあるかもしれないですけど、まあそういうのを教えるわけないでしょうとね。本当にいい方法なら教えて、メリットがないわけですから。教えてみんなが稼いじゃったら稼げなくなるわけですよ。投資っていうのは誰かが勝って誰かが負けるゲームなんだから、そういう仕組みとかもねやっぱり理解しとかなきゃいけないし。何なんでしょうね、騙される人は。だから本当にもう小学校中学校ぐらいから投資話、周りの知人友人どんだけ信頼できるやつから回ってきたとしても全部詐欺っていうね、もう学校教育で洗脳してくださいっていうことは思いますね。もう投資っていうのはやった方がいいと思うんですよ。その長期投資短期投資でもやるのはいいと思うんですよ。全然投資自体を僕は否定しなくて、詐欺を否定してるわけですから。しかも人に教えてもらう投資なんかまあないですから、そんなこと。だったら本なり YouTube なり Google なり、そういうことでどんどん勉強して経験積んでいく。だから実際に自分でやりながら経験積んでいってやっていくしかないんですよ。そんなね、なんか最短ルートで成功ルートみたいなものは教えてくれません、誰も。し、常に視況っていうのは変わるわけですよね。毎日毎日コロナを予想していた人なんてまずいません。でウクライナとロシアの戦争をね、ぴったりあの時期に予想していた人なんていません。今から起こることを予想できる人なんていません。対局で見ればわかるかもしれないけど、それが何年後とか、例えば1年後に絶対これが来ますとか、そういうことがわかる人ってまずいないんですよ。だいたい10年以内にはとかみんな濁して言うわけじゃないですか。これはどんな偉い人でもそうですよね。5年以内にはとか、いやそんな5年以内とか言ったらだいたい当てはまるじゃんみたいな。だからそんな感じなんで、でしかもね、そんな、なんだろう、投資を教えますよみたいなやつがそんなこと知ってるわけないじゃないですか、なおさら。あんだけ勉強してるホリエモンとかでも分かってないんですよ、その何年後に何が来るとかって。厳密には分かってないですよ。近々こうなるだろうとかっていうのはあるんですけど、ぴったり当てれる人なんていないわけです。で、さらに投資とかなると、いろんな人の感情やら、操作やらっていうのがあるわけですよね。為替とかでもそうだし、為替介入とかもあるわけじゃないですか、国によって。で、日本だけじゃないし、為替っていうのは。そういういろんな世界の情勢とかも全部知らなきゃいけない状況。そんなのをね、全部マスターしてる人間なんてほんの一握りですよ。そういうのって、でも、もう大体出てますからね、YouTube とか。すごい人は。表に出てますよ。発信者だったら。で影に隠れてそんな人に投資をしますみたいな人はまあ情報なんか持ってないでしょうね。で面白かったのが、なんかバイナリーオプション30万で教えますみたいななんか動画があって、ちょっとそのね詐欺を退治するみたいな、あれは面白かったですね。ソフトウェアを30万で売ります、私がねこうやって教えますみたいな。何教えんだよバイナリーでとか思ったけど、まあ、ギャンブルでやるなら全然いいと思うんですけどね。
そんな感じでね、ちょっと長くなりましたがね、いや本当にネタになったし、これでノマド仲間がどう変わっていくか、ちゃんとねちょっと今度会った時にちゃんとインタビューしたいと思う。もうちょっとあれだな、ネットでもインタビューするかな。詐欺について掘り下げまくって、ちょっともう彼にも話させて、ちょっとすっきりしてもらわないと、それを引きずってたらね、信頼してた経営者にねそうやって売られたわけですから、それを引きずられても困るんで、まあそこはちょっとね吐き出させようかな。ちょっとライブでもやりますか今度ね。まあそんな感じで、僕にとってはね面白い話でした。人生はネタでできていると、死ぬことがなければいいんですよっていう感じで、いいカフェを見つけたんでここに入ろう。